さんこんにちは、ひょうやめです。私なんとですね、猫を飼ってしまいました。こちらがその猫です。じゃん、クール背筋ピーン抱き枕の猫ちゃんです。私ですね、普段から姿勢が悪いのにすごい悩んでいて、でもパソコンが大好きなのでパソコンからは離れられないので、こういうね、背筋がピンってなるみたいなぬいぐるみを買ってみました。実はね、こいつより前にマモってやつがね、うちにはいるんですよね。でもマモ確かに背筋は伸びるんですけど、夏場にね抱っこしてるとめちゃくちゃ暑い。というわけで今回はこのクール背筋ピン抱き枕っていう、この猫ちゃんにね浮気をしてしまいました。いや浮気じゃねえな、乗り換えてしまいました。で、猫ちゃんの身長はだいたい42、3センチほどです。体と机の間に挟んだり背もたれに置くと姿勢をサポートしてくれます。腕のポケットにクールジェルを入れてひんやり冷たいハンドレストとしても丸、お腹に接触冷感生地を使用しているので抱っこするとひんやり気持ちいい。そう、この腹めっちゃ冷たい。なんかよくわかんないけど接触冷感生地すげえ。このね、手のところにクールジェルをですがね入るんですよ。で、冷凍庫で冷やしての手の中に入れるっていうね、まあなんかすごい肌触りもいいんですよね。で、何よりこいつの可愛いところはこの世の中に絶望したような目。はい、それでは抱っこしていきましょう。はい、手にクールジェルを入れたのでね、腕がめっちゃ冷たくて気持ちいい。お腹触るとめっちゃ冷たくて冷えますね。で、ちょうど猫ちゃん抱っこしたら背筋が確かにピンとなります。昨今コロナの影響でテレワークが多くなった皆様におすすめな一品なのではないでしょうか。以上、ひょうがやめでした。